潰せ潰せ、建築は戦闘じゃあ。ということで、唐突に始まったこの物騒な動画ですが、こちらは主が作りたいものの作りたいとこだけを作りたいように作り荒らしていくという動画です。今回は主に東京都港区の広範囲に大ダメージを与えることが目的で、六本木一丁目を中心にいろんなところをちょっとずつ潰していきます。そして現在作っているのは六本木ではなくリクエストでいただいたリンクータワーです。このシリーズの動画では、チャンネル登録増加数に応じてコメントでいただいたリクエストに答えるので、ぜひチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。詳しいルールなどは前回の動画や固定コメントをご確認ください。このリンクータワー、見た目的に単純な建物だと思ってたんですが、作ってみると想定より時間がかかってしまいました。頭ではイメージできてるのに作るのは大変ってことよくありますよね。あんまりちゃんと作ってない低層階を映さないようにレンダリングしてみました。かっこいいですね。六本木に移動しアーチヒルズ戦国山森タワーを作ります。高層階の四隅は上に行くにつれて削られていくようなデザインなんですが、ここはほぼ全て手作業で作るしかなく、大部分は撮影外で作りました。めちゃくちゃ大変だったんですが、なんとかいい感じのところまで進めることができました。森ビル系の建築物は本当にどれも体力が削られますね。港区は大部分が森ビルの建物みたいなところがあるので、今回で寿命が尽きないか心配です。続いてアーク森ビル、縦の白い線で奥にある黒い壁が結構隠れてる印象だったので、あえていたガラスや戦力岩の塀ではなくブロックで縦の線を作ることで城の面積を増やしてみたんですが、レンダリングしてみると結構白すぎるような気もしたので後に回収するかもしれないです。でもそれだと多分黒すぎるんですよね。この色味の調整はすごく大事なところなので、毎回結構悩みますね。こちらはグランパークタワー、田町駅近くにあるビルです。屋上はロケ地としても有名で、ドラマなどの撮影に使われたりすることもあるようですね。東京タワーも見える景色のいい場所なので作ってみました。ちなみにその東京タワーは後で作り直してほぼ完成まで進めます。こちらは三田国際ビル、古めの建物はやっぱりシンプルなデザインのものが多いですね。正直個人的にはこういうシンプルな建物をどんどんたくさん作っていく方が好きです。多分建物を作るというより街を作るということの方が好きだからだと思います。だから一つの建物に時間をかけるのが結構苦痛なんですよね。そんな僕にとって森ビルの複雑な建物が多い港区は地獄みたいな場所かもしれません。あんまり関係ないですが、この建物は青山通りから東京タワーを撮った写真によく写ってる建物ですよね。こちらは泉ガーデンタワー、形状が特徴的なのは言うまでもないですが、この建物で一番難しいのはこの青緑ともつかない微妙なガラスの色ですね。青緑ガラスの裏にダークプリズマリンを置くことでなんとか対応しましたが、これはこれで建物の照明が置きづらくなったり、全体的にのっぺり感が出やすかったりなどデメリットもあります。あとこれでも納得できる色かと言われればちょっと微妙です。マイクラにもっとリアルなガラスがあればいいなと常々思ってます。あと高層階は体力が尽きたのでちょっとしか作ってません。続いて神谷町トラストタワー、港区の新しめな建物にしてはデザインがシンプルで作りやすかったです。その上かっこいいし割と目立つという一番ありがたいタイプの建築物ですね。カラーリングがモダン系っぽかったのでありきたりな感じになってしまわないか若干心配でしたが、結構かっこよくないですか。続いて城山トラストタワー、実はこの建物、微妙にギザギザになってる面があるんですが、斜め建築でギザギザを再現するのってちょっとやりたくない作業ですよね。もともとギザギザなところに特定のサイズのギザギザを差し込むとなんかグダグダになりそうで怖いんですよね。この建物ではおそらくうまく再現できた方だと思います。この辺りの建物も少しずつ増えてきましたね。順調に六本木周辺ができてきてます。こちらはレインボーブリッジです。映画では封鎖できなくてもマイクラで再現すれば封鎖も破壊もできます。角度も形状も色々と複雑なんですが、最近使えるようになった新技術を試すいい機会にもなりました。それを使えばめちゃくちゃ簡単に、しかも綺麗に作ることができたので、これでちっちゃい東京タワーも後で一から作り直そうと思います。そんなこんなで結構頑張ったんですが、気力が尽きたので続きはまた今度にします。みなとみらい不動産では、一緒に働いてくれる仲間を大募集しています。お仕事は簡単、ネットでライバル企業の悪評を拡散するだけ、低賃金でたくさん残業ができ、やりがいに満ち溢れた理想の職場です。誰もが憧れる大企業で、次の人生の第一歩を踏み出しましょう。続いて東京ミッドタウン、六本木の方です。資料探しのために検索してみると候補が日比谷の方ばかりになっててちょっとびっくりしましたね。形が複雑で大変なのは分かってたんですが、色とかが思ったよりしっくりこなくてなんかあんまり納得してません。カーブがかった面や高層階をちゃんと作り込めばもう少しよく見えるかもしれないんですが、体力がなくなったのとこの次の建物を早く作りたかったので、ひとまずそれを優先することにしました。それがこちらの東京タワーです。高度限界が256メートルぐらいだった時代に作りかけて放置
していたものがあったんですが、解体して縮尺1分の1で作り直します。元のを作った時は斜め東京タワーにめちゃくちゃ苦戦した記憶があるんですが、新たな技術を手に入れた今ならもう何も怖くありません。大部分を撮影せずにちまちま作ってたので、とりあえず現在の様子を映しておきます。一番下の部分以外はほぼ完成と言ってもいいのではないでしょうか。ここからはリクエスト消化、麻布台ヒルズです。この建物なんですが、東京タワーを覆い隠すように建っていて、景観破壊も甚だしいので建設途中の状態で作ります。まあ Google Earth で立体化されてないからという理由もあるんですけどね。前にちょっと書き忘れてたんですが、リクエストはできれば Google Earth で立体化されている建物でお願いします。竣工してから3年くらい経過してる建物なら多分大丈夫だと思います。リクエストを見てて思ったんですが、皆さんは新しめの建築が好きなんですね。都庁とか梅田スカイビルとかそこそこ古い建物を想定してたので、ちょっと予想外でしたね。続いて虎ノ門ヒルズステーションタワー。こちらも Google Earth でまだ立体化されてないので、作れるところまで作ろうと思います。この建物は僕も好きなので早く完成させたいところではあるんですが、結構大変そうな形状なので、Google Earth で立体化されてもしばらくは放置するかもしれません。めちゃくちゃかっこいいんですけどね。これで一応3件のリクエストは消化したんですが、2つともちゃんとは作ってない気がしたので4つ目の国立競技場を作ろうと思います。なんですが、ドーム状の建物は初めて作るので正しい作り方がわからず、いろんなコマンドを使ってみましたがどれもほとんど歯が立たずにめちゃくちゃ迷走してます。最終的に大量の線を引いていくことでなんとか形を作ろうとしてますが、他にも作る場所は山ほどあるしこのやり方だとどれだけ時間がかかるか見当もつかなかったので、一旦自力で作るのはやめて知識を増やしてから作ることにしました。他の方の作り方や使えそうなコマンドなども調べつつ、どう作っていこうか模索していこうと思います。結構長いことマイクラしてるつもりではあったんですが、まだ作り方がよくわからないものがありましたね。これって全部手作業で作るものなんでしょうか。でないと斜めでドーム状の建物は作れない気もします。一発でドーナツ状の面を作れるコマンドとかがあればいいんですが、そんな都合のいいコマンドあるんでしょうか。あればいいですね。ということで、今回の戦績は、新エリア1、竣工1、着工14でした。高評価やチャンネル登録、リクエストのコメントなどお待ちしてます。それでは、バイバイ。